東京後楽園ホールの打撃格闘技クラッシュ131、全試合が終了しております。さあクラッシュ女子フライ級チャンピオンの琴美選手に大会を解説してもらったわけなんですけれども、まず全試合見て今お気持ちどうですか？いやもうなんか一瞬で終わっちゃうぐらい、もうどの試合もこうストーリーがあったり、こう選手の思いとかも、もうこう伝わってきたりとか、もうとにかくレベルが高くて、はい、もうすごいもうなんか刺激すっごいもらいました。でしょうね、はい、チャンピオンってもう追われる立場ですし、はい、そういう点では大変ですよね。そうですね、やっぱりあのプレッシャーとかもあるんですけど、まあでもそういうのも全部あのモチベーションに変えてみたいな感じなんですけど、はい、そうですか。さあそれでは今大会の MVP 一人挙げていただけますか？はい、塚本選手です。おー、はい、塚本拓磨選手、はい、第2試合のスーパーライト級川島康介選手と対戦して、これが延長判定勝利、はい、ということでしたけれども、その理由は？でも、もう結構最初の方は川島選手のペースだったんですけれども、もう何が何でも勝つってい う, こう気持ちがまあ延長まで持ってって、はい、そして延長でもう徹底してパンチ、膝、膝って言ってやっていて、うん、でもやっぱ勝った時のあの顔とかも、もうなんかすごい本当に勝ちたいっていう気持ちが前面に出てて、なんか感動しました。やっぱりそういう選手にこう心惹かれるっていう面はあるんですか？そうですね、あともうやっぱりすごい練習してきたんだろうなっていうのがすごい伝わりました。確かに戦略ではもう自分を信じて押し通したっていう戦いでしたもんね、うんうん、そうですね、もうすごい伝わりましたそれが。まあ、3連敗中だった崖っぷちということもありましたし、うん、そういうファイターの強さっていうのもこう胸を打ちますね。はい、もうすごい打たれましたね。そうですか、はい、まあ、そして女子の戦いがですね、今回は3試合ラインナップされておりました。ですから非常にバラエティに富んだという感もあったわけなんですけれども、はい、メインイベント女子アトム級タイトルマッチ、階級は違いますけれども、琴美選手とは、はい、菅原美優選手がミオチャレンジャーに再戦で勝ちました、はい、それどうでしたか？いや別人でしたね菅原選手。あの会見でパンチもあの練習してきた、自信持って出すって言っていて、有言実行ですよね。もうしっかりパンチと蹴りでもう徹底した戦いで、はい、しかも攻撃一つ一つにこう力強さがあって、あもうあ別の人だって思って、ちょっと本当鳥肌が止まらなかったです。確かに、はい、開始直後からもうあの前蹴りは得意ですけれども、はい、パンチだったり、はい、全く譲りませんでしたもん ね。 そうですね。美穂選手に何もさせないっていう戦略をきっちり練ってきたということでしょうね、うん、はい、美穂選手側からはどうですか？ぜひ一言。いやもうこれであの一勝一敗の状態だと思うので、もうここはあの決着をつけるのを見たいの で、はい、で美穂選手 の、 やっぱあのパンチ私すごく好きなので、あのドカンっていうストレート、はい、まあ、それも見たいです。他の人の試合めちゃめちゃ見てるんですよね。あそうです。試合見るのすごく好きなので。大ファンでもあり、はい、研究しっかりしてるっていう。あそうです、勉強こう見てやっぱ格闘技大好きなんで、はい、見てこうワクワクをしつつ、あ待ってここもう一回って見て真似をするっていう。ムエタイマニアでもあるそうですよね。ムエタイ大好きです。さあそんな女子フライ級クラッシュのチャンピオンでもある琴美選手、今後の抱負展望ぜひください。 K1 のチャンピオンになります。はい、ってことはもうここからもまたやってやるぜっていう思いだったり、やることたくさん、はい、うそうですね、毎日もうそのことだけを考えて生きてます。うん、まあ、どんどん強くなってますしね。はい、やっぱできることとか増えてきてるのも実感するので、はい、もう次リング立つときはもう別人ですね、うん、期待しています。ありがとうございます。さあクラッシュ131琴美選手にお話を伺いました。ありがとうございました。